私は、新政府内閣総理大臣坂口恭平と申します。もう好き勝手やってます。私はですね、国家など無視して、一人で勝手に新政府をやっている、まあ水郷者でございます。私は躁鬱病という病気を持ってます。いわゆる精神障害者なんて認定されてるわけでございますけれども、そんなところでどうやって私生きていくのかいっていう、それが僕にとって大きな生きるテーマになっています。民主主義と言いますけれどもね、民主主義の原則は多数決ですから、でその中の過半数を超えた意見だけは通っていく。障害者の人たちをね、大体ね、病院かね、家の中にやっぱ閉じこもってるから、ね、投票に行けないことも多い。でそれでどうやって声が届くのかって、だから僕は芸術やってるって、だから僕は新政府がある。オリンピックに対してパラリンピックがあるように、現政治に対してパラ政治が必要なのであると、その提案が僕の新政府という考え方。僕にとって年間3万人のですね、自殺者がいる現在まさに戦時中、戦後70年などと言ってますけれども、本当に僕にとっては今戦時中だから、僕は命の電話をやっている。周りからですね、なんでやってるのきつくないと、僕からしたら新政府としたら当然なわけです。戦時中に新政府が人々に何らかの行動アクションを起こすというのは本当に当然の方、当然の政治なんです。しかし周りの人は平気な声で会社に行ったりしてました。おそらくそもそも思考が違うのかもしれません。人間という形が同じだけど、だから僕はこうやって生きてます。しかもそれはたった一人でやってます。一人でやってるからこそ、一人でまた違う別のある種の政府を、新政府を作っている人間を見つけることができる。さらに一人だからこそ、静かに街を歩く人々の声に耳を澄ますことができる、まあ、それが僕の特質です。特質のままに生きること、それが好きなように生きるという僕の真意であり、それが私の生きる道というわけです。そんな新政府がじゃあ広州で何をするか、コンセプトとしては、新政府による国立の芸術劇場主催のオープニングフェスティバルをやってみようと。それはもう劇場の周辺で起こります。劇場の周辺に私はフィールドワークを滞在中にすると思います。なんとですね、私たち新政府がやろうとした0円生活圏が広州でいくつか実現しているところもあった。で、資本主義のその次の、僕がこれを態度経済と呼んでますけれども、その態度経済っていうのがですね、実はこの町でいろいろ起きてるんだ。いくつかの空き地、空き家を生かして、そこを利用して、そこにある空間を作り出すことで、つまりそこを新政府のパブリック空間とすることで、私がですね、季節風ならぬ公共風というかですね、公共の風となって、風の通り道を、作り出したいと思う。目には見えないんだけれども、死なないという、その新政府の都市空間、さらに言えば、広州が見せている、新しい資本主義の次のタイプ経済っていうものが、こう、みんなが肌で実感できるような空間を作ろうと思って。さらにですね、死なない新政府、もちろんのことです。私たちは、ここでも、日本と同じように、命の電話をやってみたいと思います。問題はですね、韓国って今世界で1位2位を争うその自殺者数の数なんですよ、悲しいことに。さらに広州は若年層の自殺率が一番高い。この広州市っていうのは若い人が一番自殺してる街と言っても過言ではない。そこの人々に伝えたいと、絶対死なない方法がある、死ぬには理由がある、この国家ではダメなんだっていう何らかのメッセージであると。韓国版のですね、携帯番号も手に入れました。010-8508-8106。もう一回いきますよ。010-8508-8106。死にたい方はこちらへお電話。新政府でした。それでは皆さん、9月4日のグランドオープンに会いましょう。新政府内閣総理大臣、坂口恭平でした。バイバイ。